安倍巨人一軍シートノック一覧でレギュラー候補判明。こちらすでに貼られた記事、ウレーニャ選手と秋広選手は分身しました。ウレーニャ2つもポジション守っててくさどんだけ使いたいねん。一軍なのに南海区生の陣いますけど、レフトに打てる2人争わせたせいで外野すっかすかやん。ウレーニャってそんなすごい選手なん？ここにセカンド本職のオドアがライトに入る感じか、だいぶ見えてきたな。安倍の愛人ウレーニャ本幕さなんだ。アホみたいに中継ぎ取りすぎて安すっかすかやんけ。ウレーニャ二刀流や、岡田かなり期待されてるん。と思ったらオドアか。どうせ伊豆口はセカンド回して吉川の新しい当て馬やるんやろ。ウレーニャ一塁まで守らせてもらっててくさ。ウレーニャ好きすぎやろ W。実際キャンプだからとかじゃなくて本当にこのメンバーよな一軍。後たまに梶谷がいるくらい。秋広は生意気だからウレーニャを使わないとな。激戦区とか書いてあるけどどこが激戦なんや。スカスカやんけ。ウレーニャは他の一軍連中と比べると見劣りしすぎてやばい。二軍のキマの方がはるかに光るものがある。センターとライトペラペラで草。12球団で外野一番弱いまであるんやないの。ブリンソン・ウォーカー放出してる場合ちゃうやろこれ。センターって佐々木と萩尾の二択ちゃうんけ。ウレーニャを一人前にすると家族に約束したからスタメンでチャンスを与えないとな。キマはまだいるけどデラクルーズはいつの間にか消えてたな。ナンジーが叩いてるから逆に阿部有能説あるぞ。ブリンソンが一番必要なのが巨人という事実。監督なんだし一人くらいは自分の目を信じて採用してもいいだろう。外れた時にどうするかだけ。ガチでレフトを丸と秋広競わせててくさ地獄みたいなが嫌やな。センターとライトやばいだろこれ。浅野とかいうおっさんの腰痛まだ散らんの？ご視聴ありがとうございました。